中国税関総署がきょう発表した貿易統計によりますと中国が9月に日本から輸入した水産物の総額はゼロとなりました東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を受け中国政府が日本からの水産物の輸入を全面的に停止した影響が出た形です また、日本以外も含めた水産物全体の輸入額も1年前に比べ10%減少していて水産物全体の需要が落ち込んでいます。